ともと野球やってたんですけど、そこで体が小さいことに悩んでて、そこでたまたまお母さんの友達の方から馬関係の仕事の話を聞いて、競馬とかを見ていくうちに騎手に憧れて目指しました。実際騎手になってみてどうでしたか？思ったよりレースが難しくて、周りの方に迷惑かけてしまったりして、うまく乗れないことの方が多いです。動物と接しているので、はい、その馬の気持ちだったりとかを感じ取らなきゃいけなくて難しいんですけど、まあ、馬のことがもともと好きってのもあるし楽しいです。馬のどんなところが好きですか？乗ってる時は危ない時とかあるんですけど、まあ、降りて撫でたりすると可愛いです。プレステだったり、はい、スマホのアプリだっていろんなのちょくちょくやってます。種類としてはどういう感じのゲームが多いですか？シューティングゲームとか多いです。一人で戦っていくタイプですね。いや、もうみんなでワイワイやろうそうですか和田騎手から、はい、木澤騎手にもっとハングリーを出してくださいという優しいお言葉をいただきました、はい、聞いてみていかがでしょうか？まだまだ足りないなって思いますごく優しくおっしゃってましたよもっともっと迫力のある競馬ができるように頑張るので応援よろしくお願いします